こちらの会場でですね、建築を行っていきたいと思います。で、結局何を作ろうかと思いまして、フブラを作ろうかなとも思いつつ、さてどこに作りましょうか悩みますな。どうしようかな、こっち側にするかこっち側にするか、この辺にするか。あー、これぐらいでかいなこんなにでかいの、完全に街を襲いに来ているまあ、マイクラ誰もいないそう、つまり何やっても許されるということバレなきゃ大丈夫、こんなでっかいの作ってもきっと大丈夫あー、でもいい丸さん、いい丸さん。一旦全部埋めまして、顔とか口はまた後で、尻尾もつけますよ。ちょっととりあえず体作ってからかな。あ、そう、ビームをしようと思って、あっち側にねビームさせたくて、よいしょ、とりあえずできた尻尾、あ、いい大きさ、いい大きさやんけ。とりあえずこんなもんでどうだ。あ、いや、でもわかる、よいしょ。目さ、すごい悩むんですよね。目、可愛くない。なんか怖くなっちゃうんですよね、目。わぁ。耳ずれてていいんです。あっち向いてるっていう、あれなので、そう、正面を向いてるわけじゃないので。可愛いやんけ。可愛いかもしれないです。あー、ビーム出してるように見える。あっちまで、ここ、ブワーって突き抜けますか。うわぁ。でかすぎる。でかすぎる。でかすぎんだろ。こんなにでかいと怒られちゃうかな。フブさん、でかすぎるっつって。フブキ、ちょっとでかく作りすぎちゃったねっつって。フブキ先輩、これでかすぎっすよっつって。いや、3人のモノマネでした。角度が高い、地面にめり込んじゃいますもんね。めり込ませていきますか、あの、地形破壊しときますか、じゃあ。それもそれでありですね。ここら一体ちょっと破壊されたみたいな感じの。危険なのでね、立ち入り禁止ですね。学校で起こしちゃいけない事件ですけども。立ち入り禁止ですね。やべえ、巫女さんだ、やべえ、まだいない。よし、まだ見つかっていない。こんなでかいけども、巫女なら気づかないはある。巫女さんなら気づかないはあるぞ。あそこだけしか破壊されてないのもなんともですな。もっとあそこの角一体全部破壊しちゃってもいいかな。ホロサワから屋号の顔持ってきてくれないですかね、ここに。ミコダニエに撃つか。ミコダニエ作んなきゃいけないね。でもそしたらミコチ組が負けちゃいそうな気がするので、ミコダニエ、ハトタウロス、シワユ、ミオファじゃねえんだ、そこは。あの、ミオファだとファンになっちゃうか、確かに。ハトタウロスは、別にミオではない。オカニャン。オカニャン、何も知らないオカユンが、ってなっちゃう。何も知らないオカニャン。めっちゃ発動心なオカニャン作りたくなる。いやー、オカニャン作りたー、いやー、怒られちゃうかなー。オカニャン作りてー。オカニャン何色にしよう。オカニャンコンクリートパウダー、ちょっと気持ち悪い色にしたい、オカニャン。あ、アメジストアメジストワイの体はアメジストでできてるで。アメジストブラックキー。置くたびにコンコン言う。あ、足が今あ、よかったです。こう足がこうあって、こう足がこうぴょいって。おかにゃんの尻尾。前髪が、あ、オカニャンの目はブラックストーン濁ってるオカニャンの目濁ってるあっち見てるならこっちに寄せた方がいいかなオカニャンだオカニャンだピースしてる腕貫通ピースビーム無効なオカニャになっちゃいました。おお強そう、にょーにょー、オカニャ
わいは思い出にはならへんでって。わいは思い出にはならないさか。オカニャンの涙を色…オカニャン泣かせる？ピースしておきながら、オカニャン泣いてるのかい？やっぱり痛かったオカニャン。泣き猫ー。あ、オカニャンの涙が、あー、オカニャンの涙が泣いてる。泣いてる。オカニャンが。ということで、ブブラ VS オカニャンが完成でーす。イエーイ。遠くから見るとまたいいですね。もっと遠くから見ますか。存在が消えるみたいな、そう、ビームで存在が消えそうなオカニャン。あー消える方向逆か。ほら仲良くしろよ。あー、それを見て仲良くしろよと言ってくれているのか。仲良くしろ。